ワタブーティズムは論理的誤尾にあたる論法の一種。自身の言動が批判された際に、what about というように直接疑問に答えず話題をそらすことを指す。ワタブーティズムは自身の言動を批判された者が直接疑問に答えるのを避けて話題をそらす論法のことである。いわゆるお前だって論法と同様に相手の言動にも自身と同様の問題があることを指摘して、 批判自体の正当性を失わせようとすることを意味する場合のほか、無関係な第三者の言動に話を逸らす場合も、含めて、ワタブーティズムと呼ぶことがある。冷戦時代に用いられたソビエト連邦のプロパガンダの手法であり、ソ連が西側諸国から批判された際、決まって西側諸国における出来事を挙げて、ホワットアバウトと返答することから名付けられた。その後、 2010年代に入ると、アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプが、一貫してこの論法を使用していると指摘されるようになり、さらに SNS での議論にも必要とされたことで、ワタブーティズムという語の使用頻度が増えていった。日本語では、そっちこそどうなんだ主義と表記されることもあるが、ワタブーティズムの語義と異なるとする批判もある。なお、ワタブーティズムの論者のことは、 ワタブーティストと呼ばれる。ワタブーティズムは何かを批判されたものが、コアットアバウトと相手や第三者の別の言動を持ち出して言い返すような論法である。例として以下のようなものがある。国語辞典編三者のイーマ・ヒロアキは、ワタブーティズムという言葉が普及した理由について、議論の上で知っておくべき概念の一つとして広まったものと分析している。相手や、 第三者の言動については、後で議論することにして、本人の言動に関する話に戻るのが、理にかなっており、そのような時に、バタブーティズムはやめようということができる。現在のホワッタブティシムに含まれる論法の起源は、古く、新約聖書の、罪の女における、あなた方のうちで、罪のない者が最初に、彼女に石を投げなさいというイエスの発言に、現れているように、 真に潔白なものだけが他人の火を咎めることができるというルールを採用すれば誰も他者を責められなくなるということは古代から知られていた。こうした論法がワタブーティズムと呼ばれるようになったのは冷戦期のソ連が多用したことに由来する。主義などを意味するイズムを付したワタブーティズムという英語の単語は2008年にエドワード・ルーカスがエコノミストで初めて使用したとされる。また、 バタブータリーという、ほぼ同じ意味の用語が、北アイルランド問題の時期に、イギリスで使われた。これに対応するロシア語単語はなかった。ジアトランティックの報道によると、バタブーティズムの早期における例の一つは、1947年に、起きた。当時、アメリカ合衆国商務長官、ウィリアム・アベレル・ハリマンは演説で、ソ連帝国主義を批判したが、イリア・エレンブルグはプラウダで、 アメリカの種族と社会的少数者に関する法律と政策を批判し、ソ連はそれらを人類の尊厳を侵害しているものとして扱うが、戦争を起こす口実としては使わないとした。ソ連崩壊が迫る頃には、ソ連当局がこの類の応答をすることは広く知られていて、当局のプロパガンダ的応答の代表的存在でさえあった。冷戦が終結すると、 この手法もあまり見られなくなったが、ソ連崩壊後のロシアでは、人権侵害などの批判に対して、再び使われるようになった。ガーディアンの記者ミリアム・ウェルダーは、ウラジーミル・プーチン大統領の報道官、ドミトリー・ペスコフがこの手法を多用し、多くの人権侵害の批判に対する返答はついぞ行われなかったとコメントした。例えば、エルダーが、モスクワで、 ドライクリーニングをすることの困難さについて記事を書くと、ペスコフはロシア人がイギリスへ行くための査証発行の困難さをもって返答した。2012年7月、RIA、ノーボス地のコラムニストであるコンスタンティン・ホン・エッゲルトはロシアとアメリカが中東で異なる政府を支持したとき、ワタブーティズムの手法を使用したことについて記事を書いた。ワタブーティズムの使用はどんな民族や、 信仰の人でも見られるが、エコノミストの報道によると、ロシア人はこの手法を多用した。同じ報道ではワタブーティズムへの対抗法が2つ紹介された。一つは、ロシアの指導者の言葉を反論に使うことで反論を西側諸国に転用させないことであり、もう一つは西側諸国が自らのメディアと政府にもっと自己批判をすることである。 この用語はロシアによるクリミアの併合及び、ロシアによるウクライナへの軍事介入により再び注目を受けた。また、アゼルバイジャンに対しても使われたが、これは人権記録を批判されたことに対し、アゼルバイジャン国会はアメリカの問題に関する公聴会を開くことで応じたためである。その後、2017年にアメリカ合衆国大統領に就任した。 ドナルド・トランプは自身が批判された際に他の誰かの問題点に話を逸らす戦術を一貫して使用し、これはロシアと共通するワタブーティズムの論法であると批判されるようになった。また、今、広明の分析によれば SNS での議論が盛んになったことに伴い2010年代後半からこの後の使用頻度が増えている。内田樹は インターネット上の論争の過半は、ホワッタブティシムと同タイプの混ぜ返しであると指摘している。国語辞典編3者のイーマ・ヒロアキによると、ワタブーティズムの日本語訳として、どのような語が定着するかは2021年3月時点で、まだわからない。イーマは、インターネット百科辞典のウィキペディア日本語版で当時、そっちこそどうなんだ主義という記事名が使用されていたことを取り上げ、 このわけでは、言葉として長すぎる上に、議論の相手に限らず、第三者の話を持ち出す場合も含まれるという、バタブーティズムの語義が正しく表現できていないことを難点として指摘している。今は、うまい日本語訳が定着すれば、SNS での議論にも資するとし、ツイッターで上げられたものとして、だって論法、誰々ちゃん、論法、せやかて論法。 少数ながらすでに使われているものとして、ホワット・アバート論法という訳語を例示している。そっちこそどうなんだ主義は、過去のウィキペディア日本語版の他に、フォトジャーナリストの安田夏樹やコラムニストの小田島、高志らもワタブーティズムの日本語訳として使用している。この他、思想家の内田寺は、ワタブーティズムの意味を日本語で言うと、どの口が言うかであると説明している。同様の言葉に、 お前だって論法があるが、こちらもワタブーティズムの語義が正しく表現できていない、問題がある。ありがとうございます。